韓国ではオミクロン株の感染拡大が続いていますが今年3月から始まる新学期も登校授業が行われる方向です雄根副総理兼教育部長官は7日新年度1学期の幼稚園から大学までの感染防止対策と学校運営方針を発表しましたそれによりますと新規感染者が全体の3%未満 自宅隔離者を含めて登校できない人数が全体の15%未満の場合は正常登校を維持しますただ学校や地域ごとに状況を判断し柔軟な対応を取れるようにしているということです幼稚園や小学校1、2年生は原則毎日登校を維持し放課後のカリキュラムも対面、オンライン、混合など 多様な方法で運営されますまた感染者の調査や診断も学校を中心に行われ感染者が発生した場合には各校が独自で接触者を把握し抗原検査や PCR 検査を行いますこのため学校ごとに抗原検査キットを生徒と教職員を合わせた人数の20%まで確保する計画です